駅路は松本清張の短編小説。サンデー毎日1960年8月7日号に掲載され、1961年11月に短編集駅路収録の表題作として文芸春秋心者から刊行された。過去4度テレビドラマ化されている。1977年には向田邦子の脚本で制作され、2009年にそのリメイク版が作られた。 銀行の営業部長を定年で退職した小塚定一は、その年の秋の末、簡単な旅行用具を持って家を出たまま、行方不明となった。家出人捜索願いを受けて、予部の刑事と北尾刑事は捜査を始める。家庭は平和と見えたし、子供も成長し、和ズとは結婚もした。人生の航路を大方歩いて、やれやれという境外に身を置いていたように思える。 自殺する原因もない。自分から失踪したとすれば、何のために、そのような行動をとったのか。1962年4月5日と4月6日、NHK の松本成長シリーズ、黒の組曲の第一作として2回にわたり放映。キャストスタッフ本ドラマ冒頭のタイトルバックに使用されているゴーギャン、黄色いキリストと自画像、松本成長シリーズ、 最後の自画像。1977年10月22日 NHK の土曜ドラマは国て放映。視聴率16.7%。向井田邦子の脚本による作品。ドラマ化の経緯は参考文献を参照。原作ではモチーフの一つとして画家のゴーギャンに言及されているが、本ドラマは向井田の視点からこれをクローズアップした構成となっている。 登場人物では、福村恵子の役割が、原作から変更されている。また、原作者も甲骨老人役で出演している。キャストスタッフ、松本清張の駅ナゾのイセロ殺人旅行を死んだ、父から絵はがきが、1982年10月2日、東映の制作により、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場枠にて放映された。視聴率21.4%。 小塚定一の娘と婚約者が失踪した父の謎を追うストーリー。キャストスタッフ、松本清張生誕100年記念作品、エキロ。2009年4月11日21時 -23、10、富士テレビ系列の土曜プレミアムは国手放映。松本清張生誕100年と、向田邦子生誕80年を記念し、向田の脚本に脚色。 演出を加え制作された作品。視聴率は15.6%。キャストスタッフ最後の自画像に関するカテゴリー。ありがとうございます。